今回は北海道札幌国際カントリークラブ島松コース B コースの3番ホール、レギュラーティーからピンまで368ヤードミドルホール攻略を紹介します。ティーショットは左右に OB があり、中央より左を狙うと良い。ティーグランドの前に池があり、ボールを上げようとするとダフリやトップになりやすく、意識せず打つと良い。セカンドショット、グリーン前が左に傾いているので第2打は右目に打つと次のアプローチなどグリーンを広く捉えやすい。グリーン常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。B コースの3番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで368ヤード、ハンディキャップは4、池越えのミドルホール。難易度は9ホール中3位、平均スコアは 5.49、平均パット数は 1.96。90ギリの人は3オン2パットが無難、100ギリの人は4オン2パットが無難です。Bコースの3番ホールパー4、レギュラーティーからピンまで368ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、ティーショットは左右に OB があり、中央より左を狙うと良い。ティーグランドの前に池があり、ボールを上げようとすると、ダフリやトップになりやすく、意識せず打つと良い。B コースの3番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、グリーン前が左に傾いているので、第2打は右目に打つと次のアプローチなど、グリーンを広く捉えやすい。Bコースの3番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。